わー、懐かしいなこれ。 でもあの時はなんかストレスまみれだったし、貧乏だったな。どうも、ショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。僕は高校1年生の時から授業が終わったら予備校、授業が終わったら予備校って感じでこう勉強してまして、でそれから私学の大学に親のお金で行かせてもらうことができましたと。で、大学3年生の頃からちょっとずつこう本格的に就職活動というものを始めていって、で最終的にはこの気なん抜きで、その時 CM やってたと思うんですけど、その会社に就職をしましたと。え、ショッピンマジで？って言って、こう僕の名前と企業の名前で検索してもらってもいいんですけど、ただその大企業の機密情報保護、個人情報保護って徹底されてるので、なので一切僕の情報は出てきません。なので信じてもらえる人だけ信じてもらえれば大丈夫です。で、僕はそこでシステムエンジニアをやっていて、川崎だったり品川シーサイドで働いてました。で、その時の僕っていうのは、親だったり先生とかからこう、あとテレビの影響とかから言われてきた、いい高校に入って、いい大学に入って、いい会社に就職をして、でそこでいい奥さんをゲットして、35年のマイホームローンで買って、ずっと定年まで働いてっていうのが幸せな人生ですよっていう感じ で思ってたんですよ。なので、まあその一流企業と呼ばれるところに入れた僕は、よっしゃ、このまま安泰だぜみたいな感じで思ってました。なんですけど、実際に蓋を開けてみたら、まあきつくてですね、特に人間関係が、設計書みたいなのも書いてましたと。でそれが終わって、僕がこう、うわーってやるもんなら、その同じ島って言って、その机の列がこう並んでるところがあって、それを島って言うんですけど、でその島の端っこにいる課長がですね、おい、よしか、何サボってんだみたいな、わーって言ってきて、そう、え、伸びしただけだけど、みたいな感じもありましたし、隣の島、隣の机の列の塊では、毎日のように、その怒鳴り合いの喧嘩をしてたりとか。で、まあ正直、やめたいなーって思ってたんですけど、でも、やめたところで生活どうなっちゃうのかなっていう不安もありましたし、その、親悲しんじゃうのかな、なんていうふうにも思いましたし、なので、そう、あんまりやめられなかったんですよ。で、まあ結局、最終的には辞めることになるんですけど、その時の体験ではまた別の動画でシェアさせてもらいます。で、その会社員の時だったり、起業してからのその体験談から今感じることなんですけど、その選択肢が多ければ多いほど、なんか迷いが生じて、結果的にその、どん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 貧乏になっていくのかな、なんていうふうにも思ってます。なので、今回の動画は、その今この動画を見ている人の、その現在のお給料にもう3万、5万、10万プラスされればいいなって思っているのであれば、まずは断捨離がファーストステップですよっていうことをシェアさせてもらいます。僕はこのチャンネルを通して、過去の動画とかで物を断捨離しましょうっていうことを言ってきました。なんですけど、ここで実際秘密をですね、シェアさせてもらうと、人と、あと恐怖だったり不安だったりっていうネガティブな感情も断捨離していかないと、お金とか特に入ってこなくても、ミニマリズムなライフスタイルを続けてるからいいやーとかっていう風な感じになっちゃいがちなんですよ。なので、僕はやっぱこのチャンネルを通して、これからは物、人、ネガティブな感情、この3つを断捨離していきましょうっていうことを、まあこの動画でシェアしたいんです。まあもちろん正解っていうのは人によっては違うのは分かってるんですけど、例えば僕の人の断捨離に関しては、もうネガティブなことを発信する人も、僕はもう徹底して断捨離するようにしてます。前まではやっぱその課長さんだったりとか、チームというか空間全体がもうピリピリ、イライラ、ネガティブっていう感じだったので、その、もうそういうのはもういいやっていう感じですね。あとは電車の中で怒っている人だったり、スーパーの中でちょっとこう声を大きく、声を荒げている人なんかがいたら、僕の場合はもうその空間から逃げます。もう断捨離をしたいでも逃げます。僕はこう毎日毎日モチベーション高く仕事を続けることができましたし、その仕事でも成果を上げて、今はメンターのケンジさんともこう一緒に何かをすることができてますし、ビジネス仲間の中島さんと一緒に撮影することができたり、あとはほぼ最近毎月神戸の宝塚にいる木村さん夫婦にもお会いしてますし、そのネガティブなこと一切言わないですし、みんな自己責任で生きてますし、そう、なんか目の前の人を大切にしようっていう、その気持ちがもうビシビシ伝わってきますし、僕もそうしたいと思える人だしっていうので、もう最近は本当にそういう人たちで固まってきました。で、感情の話なんですけど、まあ僕も人間なので、そのイライラしたり恐怖だったり、なんかモヤモヤするってことがあるんです。しょっちゅうあります。毎日多分あると思います。でもそのたんびにノートにペンでバーって書くことで、
まあ、自分が何考えてるのかっていうのがその俯瞰で見えるので、じゃあどうしたらいいのかっていう対策を立てて、それをちゃんと実行して安心することもありますし、なので僕はこの感情断捨離っていうのもめちゃくちゃ効果を感じてます。その人によって正解っていうのは様々だと思うんですけど、その今僕がシェアした物の断捨離と人の断捨離とあと感情の断捨離、この3つはこの動画を見ている人にもぜひやってほしいなというふうに思います。はい、ということで今回はいろいろとこう喋るというか説明するというか、そういう動画になりましたので、まあかなり僕も噛み倒していろいろブツブツブツってこう動画編集切っていきましたけども、切ってつなげてちょっと分かりにくいところだったかもしれないんですけども、ただまとめると、僕は今まではその物の断捨離っていうものを中心にシェアさせてもらっていましたけども、本当は秘密を言うと人と感情、これもぜひ断捨離をしてほしい、まあ特に人ですよね、それネガティブな人断捨離してほしいなっていうふうにすごく思います。なのでもしそれをやってなんかこう効果を実感しましたとか、なんかやってみたらこんなになりましたみたいないうことがあったら、ぜひコメント欄でシェアしていただきたいですし、今回の動画を聞いてもしここはちょっとわからないんですけどとかいうのがあったら、ぜひそれもあのコメント欄で質問をください。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。